東京オートサロンでは初ということになりました。このケンブロックのその発信がこの本の見えたらR ケンブロックスペックというケンブロックのために作られた245418を4本装着した中で、このような走りを自由自在にコントロールするというところを見せてもらっています。1967年生まれ、もう今年で50歳かな。いつの間にか結構いい年になっていたケンブロック。見た目もそんなにね年は感じさせないんですけれども、今喋っております私鈴木学と大体同じような世代の年ではございますけれども、走りの方はまあ豪快な過激なそして迫力のあるこういった走りを、この狭いコース、今回もですね来日しましてこのコース場所を見てもうすぐに大体こういった走りをするということを決めて、この辺のゴムライオンを置く位置、そしてコーンモンスターバーレルを置く場所、こういったところも瞬間的に考えてもうある走りを一つ決めてしまうというところはさすがプロフェッショナルという感じもいたしましたけれども、さあどうやら2人目がセットされて道場走行今入って再び皆さんの前に現れてまいります。さあケンブロックメタルでは2本目のスタートへ向かってます。
めてサイドフェンス、ここが倒れてしまいましたけれども、見事なる狭いところでのチーというところが本当に今までにないレーシングドライバー、今までにないラリードライバーというところで本当に世界でも、有名になったというところ。Thank you.
何て言ったらいいですか。また行きますよ。マスタークの方はね、展示されてますんでね、それは今回ちょっと走りは見れませんけれども、今回はコードフィエスタ RX43 ラリークロス仕様のこの 4WD の600馬力仕様。さあまたスタートしてまいります。